はい、どうもタンタンです。こちら、久々入荷なっております、アストリアスのウクレレですね、ソロウクレレシリーズのこちらはマホガニーボディでございます。はい、非常にシンプルなマホガニーボディの1本で、ソロウクレレこのシリーズですので、もちろんこのカッタウェイ付きだったり、あとまあサイズ感もね、こういった感じで、まあソプラノロングネックっていうのが一番しっくりくるのかな。ちょっとちっちゃめのボディで、あのコンサートスケールで、ボディ厚はちょっとだけあります。こんな感じで少し厚めにボディを取ってるかなと思うので、ボディちっちゃめなんですけれども、箱が非常に良くなってくれると。やっぱりこのシリーズ全体に言えるのかなと思うんですけど、非常にこう各ポジションともこう適度なテンション感で、非常にクリーンにしっかりなってくれるっていうのかな。ハイポジションの方までこうクリアさっていうのかな、音がこうこもることもなく詰まることもなく非常に抜けてくれる、そんな感じですね。やっぱり箱自体がすごくしっかりなるんで、こう抱えてても非常に振動が伝わってくる感じですね。でコアのモデルもまあ今あるんですけれども、やっぱりコアの方がちょっとコロコロ感が強いというかな。でマホはね、やっぱりちょっと柔らかい雰囲気になりますね。このアストリアスのウクレレ自体は非常にこうマホでもね、すごくクリーンにクリアな音が出るんですけれども、やっぱりちょっと角が丸いというかな、柔らかいというか、ちょっとそんな印象ですね。やっぱりマホはマホですごく心地いいなりですね。はい、なかなかねアストリアスはまあウクレレ、まあ、ギターの方がやっぱりメインになってて、ウクレレの生産まで手が回ってない状況ずっと続いてるんですけれども、今回ようやくねスポットでほんのちょっとらしいんですけれども、まあなんか急に出来上がってきたということで、うちも早速こちらの方を展示させていただいております。ということで、こちらアストリアスのソロウクレレシリーズですね、そちらのこの個体はマホガニーのボディの個体でございます、はい、かなり少量の生産になっていると思いますので、ぜひお早めにお問い合わせの方いただければと思います。それではタンタンでした。